じゃあいつものタイトルコールからお願いします。タイトルコール、はい、行く、はい、また行く、いやもうさっと行ってくださいさっと何やったっけ、田野博士の田野博士の田野博士のくせ毛びいき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 、なれへんな。まあ、なれないのはねあれなんで、まあ、自己紹介からね。あ、まあそうだね、あ、自己紹介、ね、これだけはやってくれと言われてるんで。あ、これ以外はフリーらしいですから、はい、これだけはやってくれと、はい、あのこのくせ毛 B 期のメインパーソナリティの、一応弊社代表しております田野と申します。よろしくお願いします。アシスタントの西出です。よろしくお願いします。しかし再生回数伸びひんね、これ。いや、これがこんなもん、これが伸びたら他のメイン動画どうなんねんっていう感じなんで。あ、まあそうやね、はい、その引き立て役みたいなのがいるかもしれんよね、はいはい、どこの世界にでもね、はい、これが超えたら会社傾くと思います、うん、マジっすか、はい、いやそれはちょっとぜひ傾かせるしていただけるようなこの再生回数欲しいですけどね。頑張りましょう。逆にねまあでもネタがないもんね、そんなに言うても。でも前回ね、うん、帰り際に、はい、そういえばこれから名古屋行くねんって言ってたじゃないですか。おお、そのいきなりその出す、いや、なんかコメントをねいただいててもやっぱ名古屋在住です、ぜひ名古屋店、お願いしますとか。いや、まあそういうねお声すごく嬉しいですよね、はいはい、もしねその暁にはね、はい、ぜひちょっとこうご覧いただけると嬉しいですよね、はいはいはい。まあ、手応え的にねそんなに例えばここで言っていいもんかどうかっていう気もしないではないんですけど。そうはね、具体的には言えへんけど、まあ意外にというか、はい、こう期待せずにっていうわけじゃないけど、はい、まあ、ちょっとその事前の情報やったらどうなんかなと思いながら行ったら、まあ、意外とすごくいい話で、はい、まあ、ちょっとこう前に話を進めているような状況ではあるんやけど、はい、ちょっとこう超えないとあかんハードルってこういくつかあって、はいはいはい、そのハードルをまあ超えれればぜひ行きたいと思ってますね。あ、そうですか、はい、ハードルがね、まあそうやね、よくね、なんかこう名言みたいなんでこう壁はなんかこう越え、なんか越え諦めたらあかんとかよくあるけど、はい、まあ、実際無理なこともあるやんか、世の中ってお金とかねもありますしね、はいはい、そのあと僕らのやったバッティング問題とかもあるんで、ね、それを、まあ、近隣にこう同じようなショップさんがあったりとか扱ってるブランドが、で、ね、で僕らの主力のブランドがそこ置けないってなると、はいはい、まあ、ちょっと現実的に難しいじゃないですか、はい、でこうそこをさんとこうなんか喧嘩してっていうか、いや、その知るかって言ってまでその出店踏み切るタイプでもないし、まあまあ確かにね、まあそこはまあまあ縁がなかったやなと思って、はい、その諦めるじゃないな、そもそもご縁がなかったっていうふうに思った方がいいかなとは思ってるけどね。まあ縁のものとは言いますけどね。まあまあ物件はね、あとタイミングっていうのもあるでしょう。確かに、まあ、結婚かなんかも一緒やと思うんやけど、片方がね、こうマインドがこうぐっと上がってても片方ちょっとこうタイミングがずれてると、うん、なかなかこういい縁談ってないじゃないですか。そうですね。だそういうのも踏まえて、まあ、そういういろんなこうハードルというか壁はこう越えれればぜひ踏み切りたいですね、はい。まあ、前まではもうそういう候補の物件もなければなんて言うんでしょう、まあそうやね、全くゼロベースやったのが、うんうん、そうやね、一応一歩ぐらいは進んでるってことでいいんですか。いや、僕の中では半々ぐらいかなと思ってて、半々、まあ半分いけるかなっていうぐらいかなとは思ってるけどね、はいはい、もう ちょっと行きたいな、まあ結構気に入ってたんですよ、はい、実はもうちょっと行きたいなって。じゃあまあ6-4ぐらいはいけんちゃうかなとは個人的に思ってるんだけどね。まああとはじゃあそのタイミングが整うかみたいな。そうやね、その一つのプラス要因として、はい、まあ、どこまで言っていいのかちょっとわからへんけど、どこまで言っていいかわからない。そこにお声掛けいただいた、はい、お声掛けいただいたのかな、まあ結果的にお声掛けいただいた、はい、どうやろうな、これこっちからまあ、ちょっとその辺も微妙な関係なんやけど、はい、そこのオーナーさん、持ち主さん、はいはい、オーナーさんが弊社でお買い物していただいたことがあって、はい、そういうこういい印象を持っていただいたみたいなんですよ、はい、どうも、はい、あ、ぜひあそこやと、もうぜひ来てほしいみたいなことを、はい、その仲介不動産の方を介して聞いてるんで、はいはいはい、まあ、リップサービスかもしれんけど、はい、
まあ、あのそういうとこプラスやなと思って。あ、まあ、確かに ね印象が、ね、大事ですもんね。まあそうやね、まあ、全く知らんとこよりはね、はい、知ってるところの方がまあええやん、はい、なんで、まあ、そこはプラス 要素かなとは思ってるけどね、うん、まあじゃあ乞うご期待ということですね。そうやね、まあ頑張りたいね。まあかんかったらまたここでね。そうやね、言い訳じゃないけどね、言い訳していただいてこのタイミングで、そうやね、はい、あの頑張りますんでぜひ応援をよろしくお願いします。前回しらじらしく置いてたカバン、はい、結構こう好評いただいてますよ。あれどう、好評、あんなもん。いや好評やと思います。ああそれはもうめちゃめちゃありがたいね、はい、まあどれだけがヒット商品と呼ばれるものがどれぐらい売れるのかってちょっと分からへんやんか、はいはい、まあ、20万19万8000っていう、はい、まあ、高いお値段やからそんなバーって売れるものじゃないけど、はい、なんか聞くやん、世の中的にこう一晩で50枚完売しましたとか聞くとそこまでじゃないやんか。そうですね、俺らってそんなヒット商品は今までそんななかったけど、はい、まあポツポツポツと店頭でもネットでも売れてるような感覚があるし、はいはいはい、これ YouTube のすげえなっていうところやと思うねんけど、なんか気のせいか他のやつ売れてるやん、姿勢も。まあそうですね、まあ、そういう、ね、あとはまあ他社さんで、まあ、人気動画あるじゃないですか、はい、例えばジェリアさんとか、はいはい、森さんとか、はい、ルッチさんとかが、はい、なんでこんな売れんやろうな、突然売れ出したなと思ったらそこさんが紹介されてたりとか。そうですね、よくありますね。そういう相乗効果ってすごい大きいよね。いやこれはすごいですよ。あ、どなたかいらっしゃったよ、ちょっと、まあ、待っていただいてね。すごいことですよ本当に。え、そんな。そうやね、まあありがたいというか、でもお互い様やからね、こっちもこう影響をこうなんかないとね、まあ、なさそうな気がしますけど、ね、まあここまで頂戴でも嬉しいけどね、はい、十分ね、はい、嬉しいよね、はい、まあ、自分たちからこうなんかトレンド作りたいなっていう思いはもう当然あるけど、はい、なかなかそれ難しいやん。まあ、そんな社風でもないですし、ね、まあまあそうやね、はい、確かにね、はいはい、ありがたい話でありがとうございます。まだ残っておりますので、で今黒の追加調査中です。革だ、原皮が、なんか聞くところによると高鳴るらしいじゃないですか。いやこれね、LINE の内容をちょっとお見せしたいぐらいなんですけど、嘘やろそんなん値上がる値上がるって嘘やろってこう、はい、高くするためのこう布石ちゃうのみたいな思われるかもしれないですけど、ちょっと値上がる感じの LINE のやり取りをしてるね。もう原皮がとか、そうとか、まあ代理店の人たちと、はいはい、まだ値段出てこへんけどからね、結構前からずっと「まだですかまだですか」って言ってる。あ、じゃあ調整してもらって揉んでもらってるけど上がる可能性が高いってことですね。まあそうやね、はい、いやなかなか難しいですね。難しいね。でさっきさ、ここでさ、はい、俺お弁当食べてたやん、はい、お昼、はいはい、阪急で買ってきててんけど、はい、なんか阪急の地下行くとなんかこう、まあ、よく行くお魚のお弁当屋さんがあんねんけど、はい、佐野さんが好きなとこですか。そうで、お魚をお魚屋さんがやってるお弁当であんねんけど、はい、結構高くて上がってるとですか。なんかカレーの西京焼きのお弁当が1100何倍だかな前、はい、多分900円とかやったと思うねんな、はい、高ない？高いと思いますいやお弁当ですもんね。お弁当やんか。でも百貨店で1000円切ってる魚弁当は寝頃感がある気はします。まあそうやね、昔もあったのよ、はい、そういうのが、はい、結構ないなと思ってて、なんかこう見ててもよく行くお肉のなんか牛すき弁当みたいなのも前多分今日ちょっと奮発して買おうかなと思っても1100円とか200円とか1500円ぐらいするのよ。ちょっとひるみますね。いやちょっとこれはやめとこうみたいな。品川価格になってますね。そうやな、まあ、品川わかるやん、エキュートやんね、はい、まあまあそれはするやんか、はい、だけどまあでも品川も高なっていいんやろうね。でしょうね。おお、びっくりしたわ、まあ、あんなこんな話していいんですか。でもそのびっくりする、高くなるといえば次の出張のホテルですよ今ね。ちょっとね3年半ぶりに再開する話をしてるんですよね、うん、出張びっくりするよね。どうするね。俺もビビってるもん。1万円ぐらいやったホテルが、まあ、今見たら空いてないのはまあまあ結構あるし、空いててももう 4,5 万になってますもんね。
やこれね、まあ、でもそれをそれも含めて体感しに行かなあかんから、あ、なんか世界はちょっと違うぞっていう、なんかロックフェスティバルみたいなのあるんねんね、コンサートみたいな、なんかそういう情報ありますね。なんかこうピッティとそれがあるからさらに高騰してるみたいなことを聞くけど、なんか毎回そんなんないですか。あるよね、なんか毎回なんかコンサートとかあるもんね。なんかなんかの時になんかレディオヘッドのなんかコンサート、ああ言ってたね、言ってたね、高いとか、ああ、あったね。あとなんか学会とかね、ミラノとね、ありますね、あったね。まあ、ほんまなんやろうけど、それにしても高いよね、びっくりするわ。なんか航空運賃とか見てると、はい、前ってこう夏とかだいたい13、4万とか、まあ そんなイメージなんか、はい、で今回調べてて、22、3万なのよ、はいはい、でまあ高い高いって聞いてたから、はい、まあ、戦争の影響もあるし、はい、まあ、倍 1.78 倍、はい、まあ、許容できるやん、まあまあ、そうですね、噂通りやな、ね、みたいな、はいはい、だけど5倍ってなってくるとちょっと話が違ってくるやん。そうですね、1万円とか5万円ってさ、それはちょっと抵抗あるよね。まあ禁断の技使うしかないかもしれないですね。何の技？田野さんもスタッフと一緒の部屋。ちょっと待って、いつもそう禁断のっていうことは今までそうじゃなかったみたいだけど、今まで結構一緒に泊まってたこと多かったやん。いや、そうですけどね、もう全員一緒の部屋みたいなね、あったよね。なんかこうなんかバチャッと開けたら上ね、蚊がもうびっしりいてね、植物園の裏のところ、ね、あそこね、もうすごかったもんね。田野さんが朝起きた時にあのやっつけた蚊をティッシュの上に並べたやつ見せてきた時ね、並べてない、やっつけてパンってやって血つくやん。ほんならそれをこうウェットティッシュで拭くやんか、それをどんだけこれ俺が倒したかっていうのを、それ倒した蚊並べたらちょっと俺ちょっとおかしい人やんか。そんな感じに見えました。あ、まあ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 、ちょっと血の跡とかね、はいはい、あれはすごかったよ、見てやみたいな、すごかった。まあそういうところでさえ、でさえって言わないけど高いねんね。そうっす、やばいわ。どうする、しかもね今回ちょっと今までにないとこ行くもんね。そうですね、でもまあ行くと決めた以上はね、まあ、皆さんにねこのその良さっていうのを報告しなあかんもんね、はい、まあ、言っといた方がいいの？言ってもいいんじゃないですか、まあ、予定やけどね、はい、今これはスコットランドに、いいじゃないですか、とグラスゴーとエジンバラに、いいじゃないですか。いや僕ね、一番行きたかった国町は、はい、まあ、ニューヨークなんですけど。そうなんですね。違うんですね。やっぱりそれ以外で行きたいってなってくると、はい、やっぱエジンバラとか、はい、でやっぱりこう一番に入ってくるじゃないですか。まあまあトップゾーンですよね。スコットランドとかね、はい、スコットランドのエジンバラ、グラスゴーっていうとね、はいはい、なんかやっぱりブレイブハートとか、うん、映画見たことある？ないです。あのメルギブソンだったと思うんだけど、またやっぱ世代出てきますねやっぱり。最後にこうフリーダーム言って死んでいかはんねんけど、はい、あのそれやっぱ結構かっこいいんですよ。聖地巡礼ですか？まあそれはいかへんけど、いやそれはベグ&コーですよ、行くのは。そりゃそうですよ、ベグ&コー見に行くんですよ。皆さんにその良さをね、あのお届けしたいなと。ベグ&コーのストール工場、ストール工場とニット工場、両方とも、両方ともちょっと離れてるらしいんで。でこれでも取引先さんが来るなんてないんじゃないですか？いや、たまにあるみたいよ。あ、そうなんですか。うん、ベグは、まあ、たまにあるって言ってたね。でもまあ珍しいって言ってたね。へ、うん、まあそうですよね、うん、まあ、それぐらいにこう代理店さんね、はい、気合い入れてあの言ってらっしゃったんで、まあ、ぜひちょっとその良さっていうのを。だって僕ベグ大好きじゃないですか。そうですね、ベグビーキじゃないですか、まあ、ベグビーキ、まあ、一部ではベグ派と言われてますよね。そやね、ベグ派の筆頭として、あれね、ジョシュア・エリスとね、はい、ベグとね、はい、両方ほらうちでは人気ブランドじゃないですか。大体、ね、無地だったらベグ、まあ、チェック、はい、あの綺麗な色 の、はい、あのパターンだったら、まあ、ジョシュ・エリスみたいな感じで住み分けを、ね、はい、して展開させてもらってるけど、はい、まあ、あのねベグのこう何とも言えないこのもちっとしたこう、はい、みずみずしい肌触りの、なぜその秘密っていうのに迫るんですよ。迫れるんですよね。いや、わかんない、それはまあ、あの西江さん の、 このカメラワークにもよるんじゃないですか。カメラワークによるんじゃないですか。田野さんのこの表情とか、そう、ね、タッチとかうんちくとかじゃなくて、じゃなくてカメラワーク、いやこれですねって言われても、はい、なんかめちゃめちゃ肌触りやんっていうのもちょっとこうなんかもう飽きてるやん、みんな画面を通して。
まあそんなことしか言ってないですからね。まあそうやね、まあ、事実やからね、はい、うん、それはまあ、 あの事実として見ていただき、はい、ご覧いただきたいんですけど、はい、まあその良さと秘密をね、一つでもちょっとでもご理解いただければいいなと思って言ってまいります。まあ、そんな田野さんにね、はい、そんなベグ派の田野さんにジョシュ・アイリスの動画に出てもらうのもね、結構大変でしたから、ね、いやいや、そんな大変じゃないでしょいや、あのジョシュ・アイリスも好きですよ。ジョシュ・アイリスももちろん大好きですよ。あのパターンないやん、見たことない色っていうのがあって、ね、はい、ただやっぱりあのベグのクオリティも特別やし、はい、両方好きですよ、はい、だ僕あんまり柄もん着ないでしょ。まあ確かに、だかそういうところはあると思うね。まあ趣味嗜好みたいな。まあまあまあそうやね、うん、そうなんですよ。いやでも楽しみです ね、 そうだね。しかももう一個違うとこ行くんでしょ。行かへんよ。どこ？パドバ。ああ、パドバ。あ、ベルベストね、ベルベストね。ずっとこうここのね、なんかこう実際行った一視聴者として他の会社さんとかの、はい、まあ、ブログなり何なり見てても、はい、なんか行きましたっていうのを見てると、はい、あ、なんかこの人らちゃんとした班にあって本気やみたいな思うやん、はい、やっぱり、はい、だから行くことにも言えば意義があるのかなって思って、ね、説得力がね。でもこの場で言うけど、はい、あの昨日その代理店の方と喋ってて一緒にアテンドしてくださる大崎さん、はいはいはい、なんかあの今めっちゃ厳しくって、はい、写真撮影なんか禁止なんやって、はい、ということはということは入り口のところで行ってきますで終わるっていうあ、そうなんですか。一応交渉してみますっていう、はい、言ってはったけど、なんか先シーズンあかんって言ってた気がするな。もともと大丈夫やってんて、はい、ある程度のとこまで、はい、まあ、本当の取らんといてくださいっていうとこ以外は大丈夫やってんけど、はい、この前あの仲のいいほら稲葉さん伊勢丹のが行った時に、はいはい、禁止やって突然言われたらしくって、はい、みたいになって、はい、っていう流れらしいから、はい、ひょっとしたらその中身とかはみたいな。じゃあ田野さんにもまたソーダスーツ着ようでめっちゃ書いてもらうダメですね。そうやね。あと行くことに意義があるからやっぱりベルベストの聖地本拠に行って予算をお伝えすることに意義があるんじゃないですか。いや行くことでもほぼ9割はもう達成してると俺は思ってるから、はい、うん、だからまず あと1割はね、まあ、行ってきますね、まあ、こうその模様をお伝えするっていうことがね、はい、まあ大事なんでね、ベルベパドバにもちょっと行ってまいります。ちょっとね今までのね出張の感じとはなんか微妙に、ね、変わってる感じがしますね。まあそうやね、もちろんバイングも大事やけど、まあ、そういうこうちょっとこうね空気感みたいなものを皆さんにねお伝えするっていうのも、まあ、大事かなと。あとまあ SNS とかね。 SNS ね、まあだいぶね変わったからね。まあ3年半、おお、その間に田野さんも50になりましたもんね。そうやね、52やで、もう今年、ね、危ないよね。危なくはないと思うんですよ。なんか老化が激しくってもう前みたいにこう夜早く帰ろうなご飯。いやもうもちろんそのつもりですよ。もちろん速攻帰って速攻寝ようなご飯食べて、はい、まあ当然食事を楽しむっていうのも一つの大きなね、はい、楽しみやし、はい、その仕事の一環と思ってるから楽しむけど、はい、皆さんね、お取引先さんとか、はい、メーカーさんとかとね、はい、イタリア人の人たちとか、はい、まああまり深酒するとね、間違ってもあのサンタマリアノベラ広場の前は通らんときましょう、ね、そうね、あそこね絶対怪しいよね罠がねトラップ多いもんね。そうですね、あそこはちょっと避けて通らなあかんけど、避けて通る迂回道に罠が離れたりするんだよね。そうですね、その街を挙げてのこう雰囲気も楽しいもんねその時はね、そうやね、もう次の日ね、でこの前何かで言ったかもしれんけど、もう50過ぎてきたらさ、はい、飲んだ次の日に朝顔洗おうと思ったら、はい、うわ誰やこのおっさんみたいな感じになるわけですよ、はい、前もそうやったけど、はい、50になってなおさら身支度整えますけど、やっぱりねせっかく行っていろいろ収録するんやったらちゃんとしなあかんもんね。まあそのちゃんとしてないところを見せるっていうのも親近感、ね、ああまあそうやね、はい、あるかもしれんね、はい、でこんなダラダラしてていいんですかこれ。何がですか、このくだり、この防げびいき、あこれがそういう会やもんね、はい、あそういうことですか、はい、なるほどね、はい、ダラダラしてる方が多分いいと。ああなるほど、あメリハリね、はい、コメントでもいただいてましたよ。なんていうんですか、既得な方から、ありがとうございます。既得な方、どれやったかな、
あ、サムネイル見た時は商品説明なんかなと少し身構えてしまったけれど、いつも通りの雰囲気で安心しました。ああ、よかったね。でもなんか、あの、西田この前店頭で会って、誰か、あ、はいはい、なんかその方商品説明に特化してほしいみたいな、まあ、いろんな方がいらっしゃるというか、いろんな方いらっしゃるのよね、はい、何を楽しみされてるかわからんもんね、はいはい、もう再生回数からするとこれを楽しみされてる方は既得な方っていうことになるよね、ということになりますね。まあ、でも既得な方に向けた番組作りっていうのはやっぱりこう構成上大事やもんね。やっぱりそうやね、はい、そうやね。野野さん、すいません、構成のことまで考えて、いや分からんけど、俺は考えてないけど、まあでも重大発表っていうほどじゃないけど、途中経過として名古屋が今日出ましたから。出ましたね、はい。あともう一つ重大発表としては、はい、あのハンナ理事のパートナーもう1年続けるっていう。あ、そうなんですか。そうですよ、大好きですよ。もう1年続く、1年延長とですよね。いや、延長、そうやね、できればもう何年も続けたいなとは思ってますけどね、はいはい、会社のこの業績にも関わってくるじゃないですか、まあ、確かに。それがまあ良くなくなってくると、はい、まあ、そのお金もやっぱり捻出できないわけですよ、はい、1年続けられるっていうことなんですね。そうやね。でしかも、今度、まあ、4月末、2月末決算で4月末に申告なんですよ、僕ら、はい、会社の、はい、決算書を、はい、そこに結構なんていう広告宣伝にガンと載ってて、はい、あれこれ何ですかって言ったら、はい、ここにハンナリズ入ってるんですけどって言われてそうなんや、そこに載んやと思ってそうしゃあないなみたいな、まあ、広告宣伝費を、そうですね、だから広告宣伝費もやっぱ儲けないと。でも広告宣伝費払って広告宣伝めっちゃしてますもんね。そうやね向こうね、田野さんが、そうやね、社を挙げて広告宣伝しますもんね。いや、それは僕らの友達、親友、親しい、オールウェイズアウトオブストックのキングマサですよ、はい、フレーズ知ってます？最近出してる。いや、知らないです。何出してるんですか？ギブアンドギブですよ。それ結構ずっと言ってませんでした？言ってたっけ、はい、いや、それいいなと思ってギブアンドギブってすごい精神やなと思って、はいはいはい、でもいつかやらしい話こう回り回ってこう来るっていう、はい、情けは人のためならずできないやつですか？それは違うんじゃ、そう、一緒のこと。いや、その人のためではなくて、ああ、回り回って自分で。ああ、そう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 、そういう意味なの、それ。そうですよ。あ、そうなんや、はい、まあ、そういうそのギブアンドギブって、そのマー君が何言おうとしてるんだよ、マー君。ギブアンドギブハンナリーズ、こういうの忘れるところがちょっとおっさんよね。多くありますよね。多くあるよね。何しようとしてないんだかな。ハンナリーズ忘れた。もうええわ。もうええわっちもええんやけどね。いや、でもこの前、はい、アウェーでエベッサ見に行って。アウェーって言っても関西ですね。関西、大阪の体育館。難波のとこですね。難波のとこ。めちゃめちゃ面白いな、エベッサってね。らしいですね。なんか応援がなんかこう、紙ボードみたいなにこうエベッサと書いてあるんだけど、はい、こう縦にこう折り目がついてて、はいはいはい、で谷折り山折りしていったら、はいはいはい、針線なんだよね、はいはいはい、で相手のフリースローの時それをバチ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 って叩くのよ、はい、針線な、もうなんかこうバスケットって相手のフリースローの時邪魔するやん。そうですね、ブーイングが、ブーイングしたりとか、はい、NBA だとちょっと水着になったりとかして、はい、おもろいやん。電光掲示板にハリセンブロック、ハリセンディフェンスって出てきて、はい、みんなバチバチバチって叩いて、で相手ポロッと落とすやん、はい、ナイスディフェンスって来んねんかめちゃくちゃおもろいな思って、ええような大阪ってみたいな。高校野球やったらアウトですけどめっちゃおもろい、プロやからあれ、まあね、エンターテインメントも入ってるからやっぱりそういうのおもろいなと思って。で質問とかいいんですか？なんかいつものもうなしでいいですか今日は？結構もう喋ってますもんね。今回そんなにその具体的な質問っていうのがそんなになくてですね。はいはい、あ、名古屋まだ心待ちしてます。他の方もいただいてるじゃないですか。はい、いただいてますよ。名古屋のお話するとやっぱ皆さんから の期待のコメントみたいなのをいただくんですよ。はい、でだから本当に待ってくださってると思うんで、じゃあこうしましょう。名古屋の出店の発表は癖毛びいきにします。それはやめた方がいい。いや、なんすかなんでな。それはもっとちゃんと叱るべきとこで。ここ叱るべきとこじゃないんですか逆に。ここは違うでしょ、叱るべきとこ。あ、マジで息抜きするとこですか。あ、マジっすか、はい、
そうか、落ちっぽいかなと思ってんけどな。そうやったらちょっと回数上がるかも。今日ひょっとして言わはんちゃうかなみたいな。あ、そういうせこい考え方でも逆に重大発表みたいな、こう亡くなりましたっていうのもここで発表する。亡くなりましたはここでいいんじゃないですか。ああ、そうなん、はい、でもこう言うとこないでしょ、亡くなりましたって他で。まあね、まあ、今回のその物件に関してはまあ2回ぐらいこう続けて話題に出したんで、まあ、亡くなりましたってここで、でもここで言おうかな。まあ、タイミングって、タイミングってあるもんね。まあ、例えば BR チャンネルのね、ただ収録はそのタイミングだったりとかしたら、何か告知ありませんかみたいな最後にあるじゃないですか。でも BR チャンネルさんってさ、はい、あの発表から収録からタイムラグがあるやん、はい、これって結構もうすぐ流すやん、まあ、まあ大体数日ですね。せやんね、はい、だからそっちの方がタイムリーやんか。確かに。でよくあるやん、なんかこう会社とか学校とか分からんけどさ、いや俺直接聞かんとテレビなんかそんなの知りましたよとかありますね。っていうこうなんかちょっとまあよなんかこうなんかよ、まあ、マイナス的な話がよくあるやん、はいはい、ありますね。まあ、それで行こうかっていうそれを狙うっていうスタッフからまあまあ、名古屋にねもしかしたら移動希望を考えてるスタッフの人もいるかもしれないですからね。あ、そうだね。まあ、関西の人って名古屋の人もそうだけどなんかあんまり名古屋馴染みないし、まあ、ぶっちゃけ言うと名古屋は大阪の人のことを、大阪は名古屋の人のことってどっちかというとあまりこうよろしく思われてないような僕は印象があるんですよあ、まあ、京都の人からするとそう、まあ、なんかちょっと第二の都市争いみたいなのあるやん。あるわけですよ、京都と滋賀とかいろいろあるやん、土地土地で。あるんですか。いや埼玉と千葉みたいな、あれめちゃめちゃ面白かったじゃないですか、県民賞、県民賞じゃない、あの映画飛んで埼玉、飛んで埼玉めちゃくちゃ面白かったやんそう、まあ、やっぱ揶揄するような感じで、ね、その時年々であるやん、はい、多分九州には九州の、はい、まあ 、はいはい、関東には東北にはどこもなんかそういう、まあ、ライバル県みたいなやつ、ね、あると思うねんけど、はい、まあ、僕結構名古屋今回の、まあ、名古屋店のことでよく行くようになりましたけど、はい、めっちゃええとこやなあれ。行くとね、行くとね、はい、なんかめっちゃええやん、エネルギーもあるし、ね、人もまあいいし、はい、ね、行くと行くといいよね、はい、なんか知りたくなるよね。そうですね、うん、まあなんでね、まあ、行くのは大事っていうことですね。そうやね、はい、うん、まあ、行って嫌いになるとこってあんまないもんね、行くとね。まあ仙台も行ってよかったもん。あ、そうですか。めちゃくちゃええで、いっぺん行った方がいいよ仙台。伊達政宗、伊達政宗はあんまりいいんかったけど像も見てないし、はい、まあ、なんか、いい町やね、まあ、森の都っていうだけあって、はいはいはい、やっぱ緑も多いし、はい、なんか区画もそのちゃんとしてるし、はい、すごいご飯も美味しいしと。盛岡もいいんじゃないですか行ったことないけどええやろね。なんか世界2位かなんかなんでしょ。何の2位なんか行くべき。ああそうなん、行くべき町か。なんか盛岡の周りにすごい有名なこうなんてそういう自然なスポット多いらしいからね、はいはい、行ってみたいね。自然なスポット、自然な自然な、分からんけどそういうなんか場所名所が多いみたいよ。あ、そのなんていうんですか、系統地みたいなの。まあ継承地っていうの、はい、系統地って分からんけど、はい、そういうの多いみたいよ。うん、じゃあもう行くしかないですね。そうですね。今何分？あ、もう20分。そんなに行ってんねや。じゃあもうちょっと締めに入ります。そうですね。最近のなんか熱い話題って何やろうね。最近の熱い話題、そりゃもう NBA でしょ。え、八村塁、はい、ああ、活躍してるね。いや、あの人のあのセリフって大舞台ほど活躍できるっていう自信に満ち溢れてるじゃないですか。あ、そう、はい、こういう試合こそ僕は輝けるんですみたいなことを言わはるんですけどね。いいよね、そういう人。そういうマインドが欲しいですよね。そういうマインド欲しい、うん、そんなんじゃないもん、ね、大舞台ほど萎縮してしまいますもんね。そうやね、手震えるもんね、ちょっとね。うん、いやでも大舞台とか立ったことないから分からんわ。大舞台、まあ、俺にしてみれば名古屋ってすごい大舞台やなと思ってんねんけど、はい、かといってそのなんか、まあ、人前でやってるわけじゃないですもんね。あ、でも一緒か、全部やっぱり準備が大事で、はい、9割準備で、はい、あとはまあなんかそのまあ、それの準備
をもう自信を持ってここをするっていうだけっていうことを考えると、はいはい、名古屋もちゃんと準備して、はい、まあ、このちょっとこうね今もこう準備の一環でもあるけどね、まあ、今日この収録に臨むにあたり何の準備もしてないって言ってた、ね、いやそうやねそうやねそうやね、まあまあね、これはまあそこそういうこうなんかとこが大事なんでね、まあ、井戸端トークみたいな感じなんでね、うん、大事ね、うん、で締めは何なんですか。いやもう特に締めることないんですよね。またあの何かね田野にその質問でお聞きしたいことがあればコメントいただければまたお答えさせて。次はいつですか。出張後前、出張後になりますかね。じゃあもう6月の終わりとかや、5月の終わりぐらいですね。ああ、5月出張って何の出張。ああ、東京。海外、あ、東京出張、はい、なるほど、わかりました。じゃあ次回また、はい、よろしくお願いします。質問お待ちしております、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。大丈夫、こんなんで、はい、はい、バッチリです。ありがとうございます。出てました、タレント性が出てませんよ